子供たちと川に2回行ったんですよ。うなぎ釣り行こう。うなぎなんか釣れるのったら20本釣れた。あすごい。おい釣るの話すんじゃねえよお前ら。今日はですね、僕らもこうやっぱ野球ってなんか遠くに飛ばすとか、まあ、ホームランを飛ばす打ちたいっていう こう子供たち含めてですけどたくさん多くて、だからいわゆる歴代のプロ野球でもホームランを打ってきた人たちにですね、どうやったら強い球を打てるのか遠くに飛ばせるのか、まあ、そういうコツみたいなとかトレーニング方法も含めてそういう話をねぜひお聞きしたいと、金本智明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。400本ホームラン打った山崎武史選手に来ていただいてるので、ね、ありがとうございます。広沢克美さんです。広沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。個人的に非常にも役に立てお世話になりまして、何でもないです、はい、もう古田のおかげでいい思いをさせていただきました。古田がいなかったらね優勝なんかできないので、 いい思いさせていただきました。僕はもう古田行くぞって言ったら毎晩毎晩夜飲みに行ってた、ね、あの昔の野球選手を味わわせていただいた広沢さん、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日も入ろう。お願いします。ギャーオ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 。来たぞ。ここ同級生やもんな。ここ同級生。愛知の同級生。挟んだが俺っていうね。金本選手はここまでライトスタンド打っちゃうからね。ここら辺まで。ここら辺のラインまで。ライトスタンド。アウトコースですか。うん、打っちゃう。打っちゃうので、まあ、両方打ちますよね。左中間に打つこともレフトも左中間、あそうだね、レフトも結構ありますけど、で両だからでも普通に打ったらここら辺がね、普通に打ったら、うん、練習で普通に打ったらいっちゃう、うん、右中間はいっちゃうね、まあ、ホームランバッターですよね。打っちゃう。基本松井とかもそうですよね。外浜ですよね。外浜がセンターそこ外浜から中が全部ライトで、うん、基本あんまり流し打ちしないっていう。そうだね。松井とかもそうですね。金本さんに現役の時に聞いたのよ、うん、大体右バッターはさ、じゃあインコースの速いボールに合わせるでしょ。どこ見てる。あえ違ったんかい。僕ですか。ああ何に合わせるの。うーん、狙い球絞ってない時だよ。だからまっすぐを回って変化球に対応する、うん、インコースは待たないです。あそう、はい、じゃあ一緒だね。金本ちゃんも、うん、どうしたらいいって言ったら大体アウトコースに合わせてインコース来たらこうな、うん、るっていう風に言って、うん、でも俺はあのいろいろ聞くとこっちの人が多いね。インコースのインハイに一番あの速いところに合わせて、あとは全部遅くなるんで、こっからアウトコースは引きつけて打つっていう人の方が多い。右バッターですか。うん、まあ、全体で言うとね。左バッターもですか。うん、僕インコース待っちゃうと、うん、やっぱ開き早くなるんで、そう、あのそういう人が多いね、はいはい、真ん中の甘い球も打ち損じてしまうんですよ、うんうんうん、これ言い悪いじゃないと思うんだけどね。だから6、4ぐらい。うん、えそうだったの。外だったの。インコースはでは待たないですね。はい、じゃあ待たないというか、あのそこに一番こう来ても大丈夫なように備えて、あとはこう来たら対応しようっていう。ああ、だからまあ僕そんなにホームラン打たなくていいからっていうのはあるかも。大体外の方が多いんで、外とか真ん中ぐらいを待ってて、インコース来たらもうこうやって回ればいいかなっていう。あ、じゃあ同じだね。感覚で、やっぱりそのなんとかする。2000本以上打った人はそうなんかな。誰がとかじゃなくて、こう聞くと大体言われじゃなくと、インコースですとか。ホームランバッターは結構やっぱりホームラン打ちたいから、ま、こういわゆるホームランゾーン、自分のこう飛ばせるゾーンを待つ人が多いとは昔から言われてる。だからまあ外を低めから入れってよく言われますよね、うん、僕らもキャッチャーって。じゃあまずはそれを決めることが大事だね。あの言い悪いじゃなくて、じゃああの今金本さんが言ったようにインコースで待つとちょっと開きが早いから、じゃあアウトコースに待つとかね。まあまあ、うんうん、な古田さんのように大概外のが多いんで、外の方から実践的に待つとかね、うんうん、僕も基本そうですよ、うん、だって配球の7割8割やっぱ外じゃないですか、うんうん、まずは、うん、だからもうそこに目付けです、でその練習をするとかね、あのいやずっとちっちゃい頃からインコースだったんでインコースでも構わない、うん、いい悪いじゃないんでね、まずそれを決めないとスタイルが組まないよね、うん、まずは最初からホームランを狙ってるんですか。
いや、そういうわけじゃないです。どう最初はどういう考えで。いや、やっぱりいろいろ言う人いますけど、僕はヒットの延長がホームランだと思ってるんで、へ、なかなか狙いに行ってホームラン打つっていうのは、43本打った時でもやっぱり10ちょっとしか打ててないと思うので、うん、やっぱりヒットの延長だと思うので、うん、でその目付けみたいなものは毎回投手に対して、うん、まあやっぱあの時はその野村監督にいろいろね、これはもう古田さんとかはもう知ってると思うので、うん、やっぱりそのあの人確率のことすごく言うじゃないですか、うん、だから確率を良くしなさいと、うん、っていうことをすごく言った中で、やっぱりその配球とか、うん、そういう部分でやっぱりこう来やすいボールを狙って打ちに行けっていうことはすごく言って、それはやっぱり功を奏したっていうのもありますけどね。金本選手も若い時はどっちかというと走れてトリプルスリーもやってたけど、はい、ホームランバッターというよりはその、まあ、オールマイティなプレイヤーからだんだんこうホームランバッターにシフトチェンジしていったっていうか。そうですね、それまでは1番とか3番タイプ、まあ、タイプっていうのがあるかもしれないけど、それからもその後4番タイプになったんだけど、そうですね、僕一番、うん、なんていうんですかね、そのホームランをイメージし始めたのは2004年ですかね。それプロ入って何年目、36歳の時ですね。あ、36歳、だから逆にそこから、はい、ホームランに向かう、ホームランにこうこだわり始めたんですね。っていうのが、まあその時の岡田監督が急に4番打てって言われて、はい、甲子園球場本拠地で4番ってホームラン打つっていうのはちょっとこれね、っていうので打撃を一から見つめ直して考え直して、はい、まあ編み出したっていうか、うん、編み出したわけじゃないんですけど、結局行き着いたのは、あ、今まで散々言われてきた基本の部分だなっていう思いがあるんですよ。だからその基本を再徹底できた結果、まあホームランが、実際に飛距離、まあ、今まで以上に、まあ技術も高くなったけど伸びたっていうことですか。そうです、どっちかといえば技術の方が高くなったですね、ホームランを目指した結果。ああ、そう、はい、だからっていうのが、まあ、僕が一番意識してたのは、はい、やっぱりこの体幹部分ですよね、はあ、しっかりこの体の力をいかにしてボールにぶつけるかっていうので、うん、やっぱ打ってる人の全共通点としてこのお尻がありますよね、はい、腰のラインが入れ替わる動きなんですよね。ちょうど右のお尻は後ろに下がる、うん、こっちの左のお尻は前に出る、後ろに下がるってのでちょうどこの軸が出来上がるですね。まあこういう、はい、そうね、はい、まあそうよね、うん、でここの股の締まりがみんな綺麗なんですよ、打ってる選手は。そうね、うん、はいはい、こういう感じね。これを目指していくとどういう動きをすればいいのかなっていうので、やっぱ僕は腰を意識してましたね。この腰がここに来るんですね、え、背骨のお尻の尾底骨のとこに、左のケツのこの肉が、あ、こっちの上、そうですね、あ、これをここに持っていく、こういう感じですね、イメージで腰を回すこと、はいはい、いや全然考えたことないよ、そのこと。いや腰を回すっていうのは分かるけど、これをここにとか、そんな細かく考えるわけ。あ、これね、僕が研究した中で、はい、すんごい、そうなの、下半身の回転、まあ、回転軸は実は尾底骨にあって、はい、で上半身の実は回転って一軸じゃなくて二軸なのね、はい、でも二軸ってのはこっちの足じゃなくて下半身を回す軸と上半身を回す軸が違うの。それを一個に使うんだけど、下半身を回す軸は実は尾底骨で、上半身を回す軸は、まあハンガーでいうとフックみたいな、ここ脛骨なのね。へ、もうそれを現役時代から、これが差だな、終わってから気がつくね。終わってからね。すごい、だからそういうイメージでやるとしっかりこの体幹の強さが使えるんですよね。これなんかよく後ろから押し込むとかっていう人もいるじゃないですか、はい、僕もそういうイメージでやったんですけど、じゃなくてこっちをこっちに持ってくる。そうですね、でこうならないようにしないといけないですね。あのね、補足すると、はい、例えば中心で回るっていうことは、これが監督の方だとしたら、はい、実は後ろに下がらなくちゃ中心で回れない。そうなんですよ、そうなんですよ。実は肩も後ろ、この左肩もこっち後ろに回さなくちゃいけないんだよ。まあまあそうですね、それはね、さすがだね、やっぱりね、この差だね。でもあんまりなんかイメージですよ、うん、こっちを
回すイメージよりもこっちから回した方が力がなんか伝わりそうな気がするけどね。僕は最初こっちだけの、うん、こっちをぶつけるイメージだったんですね、うん、だからそれをね例えば若い選手に教えたりすると、はい、ぶつけなさいですとこう持ってくるわけですよね。あ、まあ、さっきで言うちょっとスライドっていうかスウェーとか、だからこっちのこっちのお尻がね引けてないんですよ。あ、引くってことかね。そう、はい、引かないダメなんだね、はいはい、そうなんです。それをやってたんだね。イメージはこの腰をドーンとぶつけるんですけれど、実際はこのぶつけるんじゃなしにこっちの後ろが下がってるんですよね。あ、だから前に行かないってことね。はい、はい、そうです。あ、なるほどね。そうか、それ回転と回転させるんじゃないですか、ね、回転させますよ。なるほど、うん、回転。だからこれが中心軸としましょうか。これお尻、このボールが、うんうんうん、これ右腰、左腰ですよね、はい、うん、だからこういう感じですよね、うん、あ、そうね。で、あ、私が言ってるのはこれは実はここが尾底骨なんですよ、うん、って言ったよ、うん、そうね、それを中心に、うん、だから、あ、なるほどね。こっちに残してよくこっちサイド残してちょっと体重残してちょっと前に出る、ぶつけなさいって言ったらこうなっちゃうんですね。あじゃなしにやっぱこうなんですよね。これが軸回転、体の力が一番伝わる。そうするには前の腰を、まあ、曲げるっていうか、前の腰でイメージで言うとこっちをこうやった戻で回転させた方が綺麗に回るんですね。でも僕のイメージはこっちの腰をぶつけるイメージなんです。それでも何ですか、自分で気づいたの、誰なんか分かんないけどふとちょっと変えてみようかなとか、なんかそういう自分で発想、なんか誰かに言われたとか。いや、やっぱりなんていうんですかね、とにかく甲子園でホームラン打たなあかんっていうもうそれだけで、まあ落合さんの本読んだりとか、まあ写真でとか、まあ打ってる選手のビデオとかね、あと自分のビデオコマ送りして、どうもホームラン打ってる時ってどういう回転してるのかなっていう。あ、そうか、結果的にはここ回すにはあんまりこっちから押すイメージを持っちゃいけないと。いけない、人それぞれだと思います、うん、人それぞれ。僕はイメージはこっちを出すイメージでした。うーん、けど結果的にこっちのお尻は下がるっていう。でも実際ボールはこっちから来るからタイミング合わせなきゃいけないから、まあ、なんとなくこう行きたがる人の気持ちも分かりますよね。そこまで引きつけられなくてステップでは必ず、うん、出るんですね、前に、ね、うん、絶対このままでこうできないですから、うん、ただ回るときには絶対その場なんですよね、うん、あ、なるほどね。行くのはやっぱ多少行くけど、はいはい、まあ、気持ちちょっとまあ戻るぐらいのイメージで回していった方が力が伝わるってこと、ね、まあ、腰の位置こことしましょうか、うん、でテイクバック取ってちょっと、まあ、多少はずれますよね、うんうん、こっち少しは来るよね、やっぱりね。で少しはステップでここになるんですよ、うんうんうん、その代わりいざ振るときには絶対こう回らないといけないんです。なるほど素人はちょっとこう置いてこう行ってこう回るんですよね。うん、だもう絶対パワーロスしちゃうんで。大体まあ、僕らの使ってた時にはバットの芯の長さって大体7センチぐらいですね。そうですね、はい、7センチって言われてました、まあ、バッティングを全部芯で打つのが理想とした時に、はい、インコースのいっぱいのボールって大体まあここら辺ですよね、はいはいはい、大体ね、はい、いっぱいのボール、そうするとこの芯で捉えるためにはバットっていうのはまあ基本こういう形になってないと、これはインパクトの瞬間ね、うん、あのインパクトっていうのはボールがバットに当たる瞬間、バットっていうのはこういう形になってないと、まあ理想のバッティングができないわけね、うん、じゃあそれをバッターってどう持つかっていうと、インパクトの瞬間こうなってんのね、うん、俺のまあ右バッターなら左肩、まあ左バッターなら右肩は大体こうやってなってるよね大概、うんうんうん、でアウトコースいっぱいのボールを打つとき、インパクトの瞬間大体バッターはどうなってるかっていうと大体こうなってるのね、まあ、ちょっと斜めになってる、まあ、なってる、はい、でどうやって持つかっていうとやっぱりこうやって持ってるのね、まあそうですね、インパクト、はい、つまりインコースの打ち方とアウトコースの打ち方は違います、うん、高めはの打ち方と実は低めの打ち方があって、キャッチャー寄りの肩を下げないとやっぱり低めは打てません、うんうん、でもキャッチャー寄りの肩を下げちゃうと高めは打てません。つまりアウトコースいっぱいのボールを打つとしたら、アウトコースの打ち方と低めの打ち方がミックスされないとアウトコース低めのボールは打てません、うん、でインハイ打つためにはインコースの打ち方と
高めの打ち方がミックスしないとインハイは打てないのね、うんうん、例えばアウトコース低めのスライダーを打つためにはアウトコースの打ち方と低めの打ち方とスライダーを打つテクニックが3つが重なって初めてアウトコース低めのスライダーが打てるっていう理論だ、うんうんうん、これは全てインパクトから逆算する理論を現役終わってから考えてるね、はい現役の時は考えてなかった、あんまり考えてなかった、あんまり考えてない来たコツばっかりコツどうやったらこれで、これは多分よくねバッティングはセンターから逆方向だよとかセンター返しが野球は基本ですっていう人がいるんだけども、はいはい、これは実はピッチャーの攻略法だったり自分のフォームの修正であって攻略法ではない、うんうん、あの基本ではない、うん、基本はインコースはこう打ってアウトコースはこう打つんだっていうのがそれぞれの技術があって基本だと思ってるのね。ところでインコースの打ち方なんだけど俺これ現役時代ずっと分かんなくて悩んで現役終わっちゃったんだけどもインコースを打つ時の面白い、まあ、ここまで回転するんだけども、はい、実はピッチャー寄りの手よりはキャッチャー寄りの手が大事でちょっとお腹引くみたいなねまあ大概の人はこの肘っていう関節は開くか閉じるかしかしないのね、うん、でまあ肩と手首はまあいろんな方向に回るんだけどもとりあえず肘っていう関節は縮むか伸びるしかないっていうことはみんな一緒だよね、うんうんうん、でトップを取った時に大概の人はキャッチャー寄りの肘は一番縮んでる状況ピッチャー寄りの肘は一番開いてる状況でトップを迎えるんだけどもこの肘をずっと閉じたまま打たないとまずはインコースは打てません。あとこれ作った角度何度でもいいんだけどこう入ってもいいしこの角度は何度でもいいんだけど例えばこれが B あの ABC 角 B としてねここの角 B が60度、うん、60度だったら60度のままにこのボールあの回転させていかないとダメなのね。例えばここが60度から70度80度になるとバットのヘッドは遠回りしていく。あ、まあ、そうですね。つまりあのキャッチャーの肘をこれをやらないこととこのこれをやらないことがそのままぐっと回すことがあのインコースを打つコツなのね。つまりよくバッターの人が肘を畳んで打ちましたっていう表現するんだけど実は肘は畳まれてたの。意味わからないかな。よくバッターって肘をこうやって畳んで打った記憶があるのね、うん、でも肘はずっと右の肘はずっと畳まれたまま打つのがインコース、うん、だから一回も伸びちゃいないってことなんだけど、うん、じゃあ例えばね、はい、この肘が広がったり、うん、この手首の角度がこうなると、うん、古田さんこっちがいた方がいい、ね、こっちがあ、うん、そうそうこうですか。こうなれば必ずバットってここに当たるわけだ、はいはいはい、でもこれとこれをしないとここに来るわけだ。おここになるほど。ただしこの左の肩がちゃんと回ってからしないとダメ。うん、この回る前にこれとこれをするとここに当たっちゃうから、はい、回ってからこれとこれをすると大丈夫。これができなかった俺も現役時代。どういうことです。だからヒロさんは、うん、これは遠回り気味に俺はここの時にこれをやってしまったね、はい、これをやってしまったの。それでも何ですかそっちの飛ばすから意識してやってた。いやこれは力みだね。力みなんか力むと逆にこっち来るイメージあるんですけど。それは十人十色だろうな。あ力むとこっち行くんですか。だいたいここにストレスを感じてるから、はいはい、まあこうなっちゃうとストレスを感じるんでこうなった人ほどこうなりやすいんだけど、あでもこうなった人もこあ言うの忘れた。いろんなとこ動くんだけども、はい、このヘッドが一番最後に動くのね。あだからバットで言うとグリップの方から先に動くんだ。ここから行くとグリップから動くと大丈夫。うーん、まあ、こうなる人はいないけど、まあまあはい、僕もそこはすごい意識しました。まあ、ヒロさんの言う足ね、うん、でバットが一番最後っていう、うん、今の大谷選手見てても僕大谷選手のパワーそこまで感じないんですよ。うん、強さっていうのはあの体の柔らかさその粘点さっていうんですか、まあ、ゴルフでもよく、うん、下がグッと入って遅れて遅れて最後にバットがポンと走るその
パワーっていうより本当に技術で体の使い方で飛ばしてるなとは思いますね、うん、大谷選手は。めちゃ飛ぶもんな、まあ、でかいとはいえね。まあでかいですけど。で大事なのは足の重心なんだけど、私の体重が100キロとしたら、うん、やっぱりキャッチャー寄りの方に重心がないとダメ、うん、野球ってゴルフのようにこうやって動く、まあ動く時もあるんだけども、ステップした時には実は、まあ、6473なんだけど、うん、かかととつま先、うん、ステップした時の足の配分って右足左足じゃなくて右のかかとと左の、まあ、母子球 MP 関節って言うんだけど、はいはい、母子球、はい、でスイング終わった後は反対にこっちのかかとと右の母子球、つまり体重ってこうやって動くのね、うんうんうん、本当は、はい、なのにこっちに置いてあるもんだから、この体重をこっち側に行っちゃうんでインコースは打てなくなっちゃって、うんうん、体重はこうやってこうやって動くのが本当は正しい重心の移動、うんうん、これがインコースのコツだね、うん、だからあんまり前に出ちゃいけないってことですね。あんまり出ちゃダメだね、まあ、こう要はスウェーしちゃダメってこと。その通り、実はこっちに動くのがスウェーで、こっちに行くのがスライドって名前なんだけど。あ、そうなんですか、うん、詳しい。え、お詳しい。だからあの、まあ、でもたまに前に行ってもいいんだけど、前に行ったらここでこの運動ができる人はいい、まあ、戻るってことですよね。戻るっていう表現なのかね、まあ、それあんま行き過ぎても、うん、まあ、戻れればいいってことですか。戻れ、まあ、ここでこの運動ができれば、だからインコースいっぱい打ってば、人間って軽い方の足が動くので、インコースいっぱいのボールを打つとやっぱり左足が動くし、うん、まあ、アウトコースは反対なんだけど、アウトコースいっぱいのボールを打つと本当はこっちの足から動くっていうのが体重の移動なんだけども、インコース、まあ、今インコースで言うと、まあ、ちょっと出てもこのままステップした足の角度はそのまま回ればインコースは、まあ、体重の移動は止まるっていう発想かな。ヒロさんもあの例えばテイクバックした時っていうのは体重でいうとどれぐらいなんですか。73で右ぐらいですか。まあしてたかな。で、してもできなかったけど。でステップした時でどれぐらいですか、イメージですか。あ、まあベストでいうと。大体ね、いい質問したね。はい。さすがだね。いやいや、MC。みんなボールの見極めって。はい。18.44、はい、本当は 18.4403 があるんだけど、はい、詳しい。ここにさ、ストライクとかボールだとかね、はい、変化球だとかまっすぐだとか打つとか打たないとかって、その見極めるゾーンがあるのね、まあ、空中にありますよね、空中にあるよね、ピッチャーとの間に、うん、で、はい、いいバッターほどピッあのこのホームベース寄りになるし、悪いバッターほどそのピッチャー寄りになると僕は思ってるんだけど、はいはい、でもこのゾーンの名前ついてないよね。聞いたことある？見極めるゾーン。もう古田三太郎が金本三太郎が絶対あって、このラインから来てこのライン、まあゾーンでもいいんだけど、はい、ゾーンから外れたんでやめるとかね。そうですそうです、はい、このゾーンにボールゾーンから入ってから打つとか。そうですそうです、あったよね。ありますあります、見えてます、ここ。すごいこれ大事なゾーンなのに、はい、名前がついてないんで、私名付けました。名付けました。はい、F ゾーンって。何 ？F。F。フォーカスの F でね。あ、はい。私もう任命権取ってますから、もう。もういただいていいですか。どうぞ F ゾーン。上手。あげます。逆に広めたら。古田の F にしちゃうんですけど。F ゾーン。F ゾーン。この F ゾーンっていうところがあって、うん、この F ゾーンの時に、俺も勘違いしてたんだけど、こうやって見るもんだと思ってたの。どういうことですか。足がもうついてる、足がついてると思った。あ、足がついた形で F ゾーンを迎えると、はい、インコースまっすぐが必ず詰まっちゃう。例えば体の動かす順序を、はい、まあ、体を3分割にして、はい、下半身上半身手って分けた時に、はい、インコースを打つ時の順序は下半身上半身手って打つんだね。はあはあ、でアウトコースを打つためには下半身は回すけど上半身止めて手って打つのがアウトコースだと思ってるのね。ああ、まあそうですね。あんまり早く回ると届かないですね。そうそう、止めてね、はい、でインコースを打つコツは下半身だから、下半身回して上半身回して手なので、うん、その F ゾーンの時に実はやっぱりこの空中に浮いてる時が、空中に浮いてる時にこのライン、うん、肩のライン腰のライン膝のラインを来るボールに対しても地面に対してもパラレルで見ることが大事だよね。だからインコース打つときはつくやいないや回転しなきゃダメなんだ、はいはいはい、でアウトコース来たときは
止めて待って引きつけて呼び込んでアウトコースを打つっていう形なんだね。ついて待つ人もいれば、うん、そこのすぐつかずにうんって待ってこう打つ球種もあるっていうことだ。そうですね。で野球のフォームって実は二分割で、はい、まあ構えからトップと、はい、トップからインパクトってこれ二分割が大事で、はい、どんなにトップからの大概ずっと言われてきたのはトップからインパクトまでのその動作のなんていうのかな言い悪いをずっと指導してきたと思うのね、はい、されてきたと思うのが、はい、そうだよね、まあ、大体がちゃんとトップ作りなさいね、はい、でも例えば今阪神の佐藤なんていうのは、うん、こっからここまでの欠陥じゃなくて彼はこっからここまでの欠陥なのね、うん、つまりもう着いた時にはボールがここにいたらもうどうにもならないわけじゃん、うん、彼は F ゾーンの見方が悪いから打てないという、うん、彼が打てなくなったのはでも最初打ってたじゃないですか、うん、で打てなくなった原因は、はい、バットが遠回りするとか、うん、そのバットのヘッドが下がるとかじゃなくて構えからトップでのタイミングがおかしくなっただけだ。 F ゾーンっていうのは、うん、位置的には変わります。このピッチャー速いからちょっと向こう気味にやるとかなんかそういうこうそれはあるだろうね。やっぱ人によってあると思う。これはあの例えば150キロ超えるとリリースピッチャーがリリースされてからここまで 0.3 いくつで32とか33で来るって言われてて、うん、瞬き一つです。だいたい 0.3 秒なので、うん、大概は速くなればなるほどやっぱりピッチャーの方向にヘグゾーンは移動させなさせざるを得ないよね。そうですね。現実的にはもう投げた時にはもうちょっと指導してるぐらいですもんね、うん、あの150キロなんで、うん1,2,3 で行くときの、ねまあ、ピッチャーと一緒にこっちも行ってやめるとか、うん、そんなまあそんな感じですね。150キロになると ね、うん、ね見てからは見て打つなんてちょっと難しいですもんね現実的に。だからよく古田さんが使ったインコースは F ゾーンをピッチャー寄りにさせといて、はい、変化球を投げたらこう引っかかっちゃうっていうのはそういうことなのかなと思ってるね、はいはいはい、まあそう F ゾーンのところに戻すと F ゾーンの時にどんな形をしてますかがこれ、はい、こっからここまでの大事なところだろうね、はい。金本ちゃんで言うとこうちょっとヒッチ気味に入るやんか、はいはい、ああいうのってあんまり少ないじゃん。なんか金本ちゃんぐらいこうやって打つってヒッチしてたっけ。金本ちゃん結構ヒッチしてるよ。若い時の方がしてましたね。もうすごいしてるイメージある、うん、ちょっと阪神の晩年の頃はしてない。なんかちょっと短く持ってこうもうえそんなしてた。結構してたと思う。あ違うこうこうなる、うん、こうなる。そうなってた、ね、これはなってた。これはだからこうやってなんかだからボンズ系でしょ、うん、まあ言ったらアメリカは結構いるじゃないですか、もう右も左も、うんうん、一応なんか日本じゃあんまり良くないって言われてるけど、うん、まあ良くないって言われてるから、まあ、まあ言う人がいるよね。多い。こうやってやる、こうやって打ちなさいって小学生に教えてる人ってまあいないじゃないですか、まあ、いないですよね。僕も教えないですね。そう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 。僕もね達川監督ってね元に、はい、お前わしの言うこと聞いたら打てるようにしたるけって言われてお前のヒッチやめヒッチあれやめたらの3割打てるけ3割何回打ったことあるって3回ぐらいあります。あ、おじゃ続け悪い悪い悪いそんな感じそれちょくちょく入れてんのそこにでね、その後にねあのバリーボーンズがたまたま、うん、さっきのね、うん、こうやってやるじゃないですか。 その質問をしたわけですよ、うん、記者が、うん、そしたらこれはやっぱその前に出ないためのいい自分のイメージみたいなこうためを作る。あ、え、あ体重移動のためにあれ動かしたの。体重移動っていうかこうじゃ あんまり移動しないためになんかこの方が反動っていうの。そうそう、この方がなんか力は出そうやん。なんかこう一にコーンみたいな感じで。こうってイメージした方が前に突っ込みにくいんだっていうことを言ってたらしいんですよ。でそれをまたたまたま達川さんが見られてて、かね、うん、ボンズが言っとったけどお前ヒッチせえってあれとお前正しいわということがあったんですよ。これ本当の話なんですよ、達川さんの話は。いやでも彼女ちゃんはやっぱりイメージこうやって本当にまあボンズみたいっていうよりはやっぱりヒッチしてこうやってこう打ってるイメージ。多分反動をつけたかったんでしょうね。うん、反動ね、うんはい、こうでタイミングはね逆にそのよくこうまあ高い位置からね、まあ、テイクバックでもいいんだけど高い位置からここに直線に振りなさいとかっていうよく教えられるじゃないですか、はい、というよりはもうこうヒッチしてもうこう僕のイメージよこうヒッチして横目からバチコーンって打ってるこうなんかこういうイメージ。ああ若い時でしょうね僕の、うん、多分カープ時代の。でも金も、まあ、晩年はちょっと引き気味になってたよね。晩年じゃないけど晩年も打ってたけど、うん、やっぱりこの動きが大きくなってくる時はあんまり調子良くなかったよね。あ、あの本人に聞いた時にあまり無意識のことが多かったもんね。そうですね。でも本も自分ですごくよく見るんでなってんのは分かったんだけども、うん、
少し大きいと、でもねこの大きい小さいってさ目分量だから分かんないよね。この指先のね手先の感覚って自分で調整できしにくいんですよね、もう、うん、無意識だから。まあその意味で言うといろんな、まあ、微調整のうちにな感じ、あんまり緩すぎてもあかんし、多少緩んのええかなぐらいとか。そうですね、だから、うん、その無意識の間に出てる動きなんで、なんかそれをばっかり気にしたらもうピッチャーと対戦できないんじゃないのかなとか、ね、そういうのはありましたね。そうなんだ、あんまり意識してないんだ、はい、でもやっぱテレビ見ると結構動いてるの、ね、嫌だなっていう。あ、そうなの、はい、自分の映像俺がわざとやってるとばっか思ってた。いや、しますよ。そうなんだ、はい、嫌だ、僕は嫌でしたね、あんまり。まあ、あの子供に教える時と、うん、やっぱりこう大人に教える時と僕はもうあんまり変わらないんですよね。ああ、そう、基本的なことっていうことをまずあの教えるんですけど、うん、僕一番やっぱり大切にしてるのは顔なんですよ。顔、はい、で自分もこれの顔で苦労したんで、はい、すごくこの顔の動かし方っていうのを子供にもすごく言うんですけど、やっぱり野球ってこうやって前に突っ込んでいく人とこうやって下向いて打つ人とこうやって寝て打つ人がいるんですが、うん、この3タイプだと思うんですよ、うん、それをやっぱりこの前の方から後ろの方で完了できるだけできるようにスイングしろっていうことを子供に教えてるんで、簡単に言ったら構えて打ってこれで終われっていうようなことを言ってるんですね。で戻したらまたこれ でだけどこれじゃ打てないからバットを出してスイングして完了するようにと。で前に顎を前に出せばバットが勝手にくっついてくるんで詰まってしまうね。顔が寝てしまえば俗に言うアッパースイング、アッパースイング最近悪いってあんま言わないんですけど、でも一応子供たちにはまず基本には顔をこう曲げないでねって、で打つ時に力入れようと思ってグッとかってなる子もいるんだけども、やっぱりこれになるとヘッドアップを生じるんで、やっぱりボールを見るっていうことをまず大切にやってくれっていうことで、だから子供たちにはもう初めにはもうスイングして、はいこれで終わりだよ、はい戻してスイングして、だけど打つためにはバット出すよって言ってスイング完了して、こういう単純なことを子どもたちには教えてますけどね。これ大人にも言えると思うんで、で僕たちでももうみんな経験してると思うんですけど、体が疲れてくるとかそういうふうになってくると、どうしても顔が近づけて打とうとか、外のボールもくっついて打とうとすると、なるほど、ボールまで振ってしまうので、できるだけ自分の体をまっすぐまっすぐまっすぐスイングしてくれっていうことを心がけて今子供たちには強くそれは言ってますね。あと構えとかどうですか、どんな構えでもいいって。僕構えは正直言ってこうだろうがこうだろうがこうだろうが全然僕子供たちには言ってないんですよ。だけどそのできるだけね、よく言うようにこう傘持つような感じで構えろっていうふうに言うんですけども、あの構えっていうのは結局トップに作った時に入れば、僕はこうだろうこうだろうがこういう構えだろうが全然構わんって僕は言ってますね。ですけど今あのまあ解説やらせてもらってるんであれなんですけども、ドラゴンズの選手で高橋周平いますよね。ボール飛ばないよね、ベンちゃんね。飛ばないですね。って言った時にやっぱりこのヘッドの位置がこっち側でこうやって打った時にももうヘッドがこうやって寝ちゃうんですね、うん、寝た時に打つ時に引きの力で打つからすごくあの打球が弱いんですよ、うん、お引きの力で打つから、うん、こうやって寝てちょっとアンコックってこと、こうなってこうやって打とうとするからボール飛ばないんですよね、うんうん、高橋平だから全然飛ばないんですよ、うん、こう構えてで打つ時にこうやって打っちゃうんですよ、極端に言ったら、うんうん、じゃなくてやっぱりボール飛ばすっていう極意って、これもあの僕も意識してやったんですけど、うん、ヘッドって逆向けていいと思うんですよ。打った時にガッとこう向けていいと思うんですよ。こうやっては絶対にバットって入らないんで、うん、こうやって入ったら絶対戻すんですよね、うん、でよく言うようにこれをすると遅れてしまうっていうようなことをよく言う人いるんですけど、うん、僕はやっぱりこの飛ばすとかそういうことをやっぱり意識してる人ではヘッドは必ず、だから今の村上、うん、ヘッドめちゃくちゃ入ってますよ、ね、ここ山田哲人もこうやってやってやけどこうやってやりますよね、うん、だからホームラン打つバッターって必ずこのヘッドが一回こっち向くんですよ、うん、でそれで打つ、これをねやっぱりやってくれると変わるんですけども、まあ、その辺が今ドラゴンズのね高橋平は
だいぶ高橋周平に不満があるみたいな。不満があるんですもうね、僕中継でも散々言ってるんですけど、あ、治らない、まあ、治らない。今調子悪いしね、ま、治らない今年は。だけどホームランバッターじゃないじゃん。いやでもね、うん、やっぱりあの打ち方ではね、長打が出ないよね。あ、うん、だけどあのやっぱりドラゴンズのバッターってすごくそういうね、バットのヘッドをね、こっち側に寝かせるバッターが多いの。どの上直道うまい買って引くもんですから。ええー、なー、俺どの上のモノマネできひんわちょっとマイナーなとこ行ってますけど、だからそういう部分であの遠くへ飛ばさないバッターっていうのはちょっと寝てもいいんですけど、うん、でも飛ばそうっていうふうに思うんだったらやっぱり絶対こっちに一回入らないと、うん、これこうならずにね、こういうふうにやってパチンと打てば、うん、やっぱ飛距離って出るんじゃないかなと思うんですけどね、うん、でもやっぱりこうこれだけっていうのはやっぱりちょっとひねりが入るやつが行くのかな、はい、外人とかでもなんかこう入りますよね。だからこうやって昔でいうあのシェフィールドって言いましたよね。古いシェフィールド。キャーンってなるけど、だけどやっぱり彼も肩が遠い。ゲイリーシェフィールドのこと？これシェフィールドって言いましたよね。こうやってこうやってはならないんで、入れてもこういう感じになるんですけど、やっぱり基本的に理想的に背番号がそうこうやって入るのは良くないですよね。まあ そこまで行くのはね。僕だから山崎さんの僕すごいいいなと思ったのは、割りを作るのがすごい上手だったんですか、山崎さんって、うん、こう入っててちょっと待って、割りって何？割りってごめん俺もよく分かってない。ここどこ割りって何？まあまあバットが簡単に言うと打ちに行く時に足が前に行ってバットが反対に動くんですね。はい、ここね、要するにここの距離をこれを割りっていうの？ここ割り、立浪も言うよね。タツは中日が好きなんじゃないの？タツは、タッツァンはもう本当によう言うよね、あいつ割り、このね、もうトップの命なんだよね。あ、そうです。まあまあ、要するにここの状態ですよね。それを割りっていうの？ピッチャーのはこれが割りっていう。ヤクルトも言ってた？言ってましたよ。割りって割りを分かってないわ、こんなの。反対に大きいですね。これを割りっていうの？要するに、こうしてこうは打てない、打てこうなる。でもテイクバックの時でちょっと右足に結構なんていうの、テイクバックの時でなんかこうもっと こっちに乗るんじゃないの？乗るんですけど、打つ時に例えばもう一回引くってこと？いや、このまま行ったら割れないじゃないですか。だからこうしてても、ここにあっても足だけ出ればここで割るじゃないですか。こういう反対の方で、こっちは止まってて、そうですね、こうなったらこれも割りなの？そうです、それが割り、これが割り、はい、で山崎さんはすごい自然に割りを作るんですよね。あ、だからヒッチこう一回入れるじゃないですか。ヒッチ系だよね。ヒッチ入れて、その後にトップに入ってこういう状態がすごい大きいですよね。あのちょっと前できなかったんですけど、うん、そのスタンスを縮めることによってそれができるようになったんです、うん、こうやって打ってた時に、若い時はギャーンとこうやって言ってたんです。ちょっと出るよね、うん、前に出てたん で古田さんともう本当によく戦った時はもう本当にギャーンと前に出てこうやって打ってたんですけど、うん、晩年になったら前行かないようにしたんですね、うん、このぐらいでパーンとスイングで終わるような、うん、すごいリラックスだったよね、その場で、感じで。そうです。だから僕はやっぱり楽天に行って40発とか打ってた時あったじゃないですか、うん、あれのイメージがすごい残ってるんですよ、ね、全然もういかないです。こうしてこうやって足上げてこうやってるけど、まあなんかその場で打つ感じなの。そうですね、やっぱりその押しとか、このよく言うような押せとか、うん、力で腕力でね、ホームラン打てって言ってももう限界があるんで、うん、やっぱりもうこの回転しかないなと思って、でこれやっぱりタオさんにめちゃめちゃダメ出しされたんですよ。タオさんもあの1年目の時にお前なんでそのバッティングって絶対打てないよってずっと言われたんですよ。それ何、それは後ろに残した方どっち？いや、あの結局僕やっぱり前打ちだったんで、とにかくタオさんはもう後ろなんですよ。後ろ残しタオさん後ろ、後ろスイングなんですよ、うん、でそれをやれって言ったんですけど、うん、それやるともう簡単に言って詰まるじゃないですか、詰まるから、でもまあどうせクビになったからもう何かやってみようと思ってずっと詰まりながらスイングしてたんですよ。そしたらやっぱね、回転でねくるっとこうやって回れるようになったら、スタンスがねこう前にいかんようになったんですよ。その場でボディーターンができる。そうそう、ターンなんですよ。だから あれだよね、あのゴルフでも、こんなスタンス広げていっても飛ばないじゃん、やっぱあまりこう飛ばす人ってね、こう自然でバチーンという、そんな感じで、とにかく前に行けばここのトップを作る今の割りができづらくなっちゃいますよね、うんうん、まあやっぱり前に行くと詰まるよね、どうしても。絶対にインコースでも体が開けば、開いてインコースこうやって打とうとしても、これが絶対にこのヘッドと
グリップがついてくるんで詰まっちゃうんですよね。だからインコースでもこうやってあ戻る感じね。戻る感じ、うん、それはよくわかる。あなるほど、うんはい、こうだからもうだから打つインコースの打つのでもこうこういう感じで打つのああそういうだから戻すっていう。そうそうそう、それはわかるね、うん、だからホームランの時もそうなんですね。こういう感じで。そう俺もインサイドは戻すんですか。そう俺は前に行ってインサイドはこうやって戻す。できないそんなことは。右足めっちゃうまかったもん。インサイドは右足一本。ああこうやって戻す感覚で打つとインサイドはさばけるってことですか。で藤田さんはやっぱりそう言ってもやっぱりここがすごく耐えるもんで、うん、最後スライダーでもあーちってセンター前だったでしょセンター前ライトはでもここが残っちゃってるから二段構え二段構えで俺らはやっぱり必死に若い時はこう言ってもう終わっちゃうんだけどやっぱりウルさんとかでも最後の攻め技であーってこうやって残して打つから全部拾えちゃうんだよね。たけしはそれでホームラン打つからね。こんなんなってレフトスタンドこうやってよう打ったよな泳ぎながら引っかかった、ね、引っかけ神宮のこうやってヒット変えればなんとかなると思う。乗ればね乗れば乗れば、はい、そうなんや。だから逆に楽天行ってそうやって楽天か、ええ、もうその番ネームからなって戻すようにしたわけ。だからもう本当に自分のやってることと真反対のことをやりました。眉はもうとにかく前で前で捕まえるっていうイメージだったんですけど、それをもう来てこうやってもうこういうようなイメージで打つ。後ろにちょっと乗せた方がボール上がりやすい。上がりやすいしベンチャーもそうやって打ってたんですよ。ああベンチャーだって右足全部こっち、もう完全軸足僕は足上げてもここでベンチャーももうインコースのこの辺の、うん、この辺をもうカーンと打ってるね。ポールギア打ってるのよく見たけども、うん、これで後ろに下げるとボールってスライスするよね。ああフックしないレフトね。だからポールギアがだからそうそうそうこれ覚えるようになってポールギアのファール入りましたね。ポールギアがファールにならなくなったんです。スライスと戻るの戻るこうやって戻るとスライス打ち、それができるようになりました。だからポールギアはほとんどファールにならなくなりましたね。はいはい、戻し打ちするようになってから。だからそれだけポイントは近いんだけどね。こういう感じインサイドはどうしても、まあ、昔は前で打てって言われる、ここで打ったら大体こっちにかかるんで、これは多分もう少し後ろこれで当たってるのね、うん、ほんで多分後ろに回転するんでバットがちょっとこういうふうに入るのね、うん、まあ結構なるとカット軌道ですね。そうカット軌道なんだけど体の回転が速いからそれでも十分届くんだ。野球でいうもう本当にスライスの方が全然いいので。スライスの方がいい。レフトにはね、インコースはうまく打っちゃうとよく切れちゃいますよね。そう、うまく打っちゃう。だから詰まった方がいい。詰まった方がね、詰まった方がいいんですよ。ちょっとこの辺で当たって詰まってもこうやって戻していったらもうヘッドかいったらホームラインっていう感覚で打ってたんで、うんうん、分かる。要は割りみたいなのが遠ければ遠いほど、それはよく中日の人が言うね。だからもうみんなさ立浪の方で一回伸ばせて、でもそれは合ってる合ってないがあるね。十人十色なんで合ってる人はいいんだと思うよ。でもボブ・ホーナーとかさ、例えばボブ・ホーナーってほとんど引かないからね、うん、あと何でしたっけ、阪神で首位打者取った外国人なんだっけ、マートンなんかもここらしか引かないから。松井秀喜も引かないし、それは人それぞれ。よく言われてるのがそのピッチャー寄りの肩を入れちゃダメだよっていう人がいるんだけど、でもこうやってさ、こんなになってホームランを取った阪神の OB もいるわけじゃん。掛布さんこんなになってる。それは人それぞれ、マイノリティとマジョリティってあるかもしれないけども、自分にあるものはだから固定概念に縛られたらダメ、絶対こうじゃなくちゃダメですよとか絶対肩入れたらダメですよ。でも守らなくちゃいけないのはさっき言った金本ちゃんが言ったやっぱり下半身はああいうふうに回りましょうよね、下半身上半身手って動かしましょうよ、インコースだって、これは絶対守らなくちゃいけないので基本で肩入れるだとかこんなのはこれはそれぞれあったものを探す、その先入観にこうなんていうな、とらわれないっていうのは大事だね。固定概念と野球っていうのはっていうのはダメだね。でそもそもさ、よく肩を回せって言うじゃないピッチャー、でも本当はこの肩じゃなくてこの胸鎖関節だってこっから回した方が本当はスムーズに回してもいるし、股関節って言ってたけど俺らがこうやってる股関節って大体野球人の股関節ってのは鼠径部っていうところね、股関節って奥なのよ。これボディマッピングっつって何かを意識したらうまくいく方法ってあって、それは個人それぞれだから基本ではない。で今言ってるのはボディマッピングだと思うよ、うん、
まあ、だからいろんなアイデアがあるってことですね。そうそうそう、でも基本はある。足って上げた方が飛距離と比例しますか？いや、この足を上げるとかよく今言っても、今なんか大谷なんてね、すり足、うん、その前は足を上げてるって、もういろいろなこの評論家の方が言われてるんだけども、あのバッティングの僕究極ってこれだと思うんですよ。カブレラだと思うんですよ。足止めといてドンとこれで打てれば。だけど日本人ってこれが上半身の力がないからこうやって振れないんですよ。だからやっぱり下半身使って、このバットの煽りを使って打ちなさいっていうふうに言うんですけど、究極はこれだと思うんですよ。こうやって待ってて、これで打てればバットボールを合わせる確率非常に高くなるんで。だから今あの阪神の佐藤がね、いろいろ、まあ、某番組で大先輩がすり足だって、いや、あれ人それぞれだと僕思うんです。誰だろうな。古田さんの裏番組ですけど。いや、わかんない。ああ、言ってんの？すり足ですね。すり足ですね。張本さんは基本的に全部、僕らでもおっしゃったすり足です。昔からすり足やもんな。って言うんですけど。ちょっと結局言っちゃったみたい。まあ、すり足と、あの大谷みたいに先つくのとまた違うよね。だから大谷はもう完全にノーステップ打法。ノーステップ打法なんで。もう完全に先ついてから打つから、あれができればいいんですよ。あれ飛ばへんよな普通。飛ばないです。飛ばないよな。飛ばないです。だからあれをこうなんか左中間とか掘り込むから、あいつすげえよ。めちゃめちゃすごい。超人的なこの上半身のパワーですよ。あれは飛ばないよな。だからすり足で探りながらこうやって打つのはまあよくわかるね。こう、はい、こうやってまあみんな声多いよね。で探りながらどっかでパーンと打つっていうのはついてから。100歩譲ってもこうやっとって、昔で言う古いですけど真由美さんとかこうやって、うん、ねこうやって打ってましたね、まあまあ、それまでだったんだけど、うん、今大谷はもうついて待ってこれでバーンと打つんで、うん、まああれはもう並外れた上半身のパワーがあるから、うん、だから的にはそれができたら理想ですか？僕はそれがやっぱりノーステップ打法でこうやってやってるのが一番の究極打法だと思ってます。だカブレラがっていうか大谷君はカブレラに近いってことでいいのかな、うん、まあだけど、まあ、カブレラもちょっと動いてるでしょもちろん。いやいや、あ彼こうだったっす。そのまま打ってるこのままでドーンでライトですで、ベンチャーね、まあ、ちょっとこういう感じだけど、うん、まあだからほとんどこうして、うん、こうですよね。だからここにちょ、まあ、一応前には行ってましたね、まあ、体重とあの増強剤もありましたけどまた悪いこと言っちゃった。また悪いことちょっとじゃないな。また悪い増強剤ありました、ね、増強剤あって、あの距離かね、うん、メットライフのだってもう楽天の時に戦った時にカブレラがやっててアウトコースのボールかってあーってこんな感じで打ったの、上からあーってやったらライトホームランだった。弾丸ライナーだ。まあもう無理やわこいつって、うん、だからそうだったな。確かにな、上半身と下半身のバランスをよくしないとやっぱりなかなか日本人の力だとうまく使っていかないと打てないと思いますよね。やっぱり外国人とか、いやでもだから逆にその足上げるっていうのはもう俺なんて難しいなと思うんだけど、慣れちゃえばできるわけね。こう足上げたらもう俺どこで下ろしていいかわからんから、いや123でフリーバッティングでさ、はいはいはい、123123で投げてくれたらこっちもね練習で123で打つだけはいいんだけど、はい、一応ピッチャーね、プロやったらこうなんかこうやっぱり一応ここで待つわけでしょ、こう待ちます、ためながらこの内側上げてるけど、内側がセンサーです、うん、上げてるけどだよな。来た時にグーッと粘りながら入っていって、ここの粘りでそのまっすぐと変化球の見極めというかね、うん、ここの内側のためだ。あんだけ上げてポンと降りてるわけでも、その間にこうドラマがあるわけね、降りる間のこの時間の間に、ね、この内側でピクピクしてるんです、うん、いや古さんの場合はそれしなくてもできたっていうことで、いやいや僕そんなになんか上げてないで、できない、うん、まあ、こういう感じだから、僕はねすり足のしかもここで開きたくないからちょっと決意入れ気味のこういう感じ、あの谷義智系でね、うん、勝手に言うけど、こういうひねり、そう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 、だからこっちのお尻からいくと、そうそう、イメージで言うとね、あイメージですね、うん、でこうはいかないですよね、うん、イメージはだけど、要するに開かないように粘るわけですよね。こうなっちゃうともうこっちがしんどいし、はい、って感じ。でもやっぱり古瀬さんはやっぱここの最後の手のこのさばきが異常だったから、うん、もう最後のやっぱダメだと思った時にこういう返してやっぱり乗っけてたから、うん、それはもう必死に生きてただけよ俺も試合に出たいから。古田さん要するにそこも常に
用意はしてたわけでしょ。抜かれてもこういう用意はできてるよ。そうね、だから抜かれてもこう返さないように、うん、抜かれてるように見てポーンとこう自分の中でこう本当に崩されてんだけど、なんか崩されながらこれでセンター前ヒット打てるなっていうのはあるから、それもこのピッチャーやったらみたいな。コツは要するにこの面を返さないっていうのがやっぱり。そうね、僕で言うとなんかイメージとバットのヘッドの角度っていうのかな、うん、ここでやっぱりこう、まあ、でもやっぱり後ろ足のた、ね、我慢だよね、うん、こうなっちゃいけないから、ここだけなんかこうなっちゃえばもうバットはこういうふうに通れば、うん、こう通るんじゃなくこう通るんじゃなくてちょっと自分がハンドダウンしてこうやっちゃえば、うん、なるほど、ボールが乗るんで、こうなると低めなんかそうそう転がっちゃうんで、 あとはさ、やっぱり福田さんの場合はさ、キャッチャーで意外と他球団狙われてたじゃないですか、うんうん、そうそうそう、意外とインコースうまい、俺バッターだったらもう絶対にやっぱ1日今日あいかん大差だなとかなると、いや古田ぶつけたれと、うん、っていう風になると必ず聞いたことあると思うよ。いや実際あの人がありますあります、もうあの天国に行かれたんでもう時効ですけど行ってまえってね、うん、って言った時にやっぱ分かってるからすぐこうやってこうやってもう完全に開いてるの、古田さん、そう、もう当たること前提に入ってるから、いつでも逃げなかった、逃げる前提でアウトコースこうやって打つと天国の方がこらーって言ってえ、その割合はどっちの割合なんですか、基本的には外なんですか、 7-3 とかカウントによるかな。あ、でもその点差が離れてその名古屋地区に行くと必ず来るのよ、うん、もう必ず勝ってても負けててももう本当当時はな、そうそうですね、もう必ず来るのよ、とにかくやっぱり厳しいとこ見しとかんと明日もあるでな、うん、ってなるとやっぱり1打席は厳しいとこ行ってうわってなるわけです。だけどさ、こうやって逃げるけどおいってやるんだ、こうもう来る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 来ないのかいみたいな感じでやらなきゃわけよ。たけしさんって足上げて体重の割合、いやもう楽天の時は家庭もどうやって打ってたかな、こういうふうにやった時にはまずこれで10ですよね、うん、上げたらもう10ですから、ここで行く時にやっぱりステップを小さくするとこれが5分5分よりもやっぱり6.7っていう 6.5 ぐらいだと思うんですけど、うん、6.5 ぐらいのこの感覚であの後ろに残してましたね。あ、そうなんだ。でもしアウトコースとか行った時にやっぱりこうやってくるんとこう回れるようにっていうイメージだったんで、とにかく前に行かない、足上げてついてもまだこっちの方が、だから下手な人は要は足上げてこう行っちゃうってことだよね、体重乗っけていく時に、はい、じゃなくて下ろしてもらう、だからもうこういう感じで、だから練習はもう本当に 8-2 ぐらいでだってこういう感じ、やっぱ後ろ足が大事なんだな。で、あの古田さんを忘れてると思うけど、僕スパイク履いてなかったとしちゃったんです。あるあるある、うん、それで俺スパイク履いてないイメージの方があるわ、スパイク履いてへんなと思って、試合中にあのヤクルト戦でやったら古田さんが、おたけし、お前なんでスパイク履いてないどうしたんや、いや、あのいろいろ諸事情であの履けない事情がありまして、それは覚えてないんですけど、てあのお前よう打てんなそんなんでって言われたとしちゃったので、その時に実は俺1年間スパイク履かずに打ったんですよ、うん、あのゴムのイボイボで、イボイボで、イボイボ、うん、でこれ何か言ったら、オープン戦の時にジャイアンツ戦の時に俺スパイク忘れて、うん、オープン戦出たらバッティング練習したら神様がね、うん、お前なんでスパイク履いてもらうんだってなったわけですよ、うん、で忘れたって言ったらもう殺されるから、うん、殺されるから、いや、あの今年は僕スパイク履かずにイボイボで打とうと思いますって言ったら、おーなー、そうなんか考えあるんか、はいって言ったら、その日なんと3安打打ったの。おーって言って、もう引くに引けないからシーズンもやったら、僕その初めの若い時はこうやってガーンって行くじゃないですか、イボイボでスパイクじゃなかったらずっと滑るじゃね、はいはい、そうするとこれを滑らさずに打つためにどうするかって言ったら、こっち溜めて変わって打つしかなかったの。そしたらその年3割1分1厘打った。不幸中の幸いで、ホームランは19本とかなんか20本いかなかったんですけど、でもそのこのためで打てるっていうことにちょっと気づき始めて、だけど次の年はもうそこでスパイク履きましたけど吐いたんや、怪我の功名か、そうそう、それで打ち方が分かったと、打ち方がちょっとそうね、だから良かったんだよね、そーっといかないと滑るから、もう滑らない程度にこうやっていこうって言ったら、こっち側にためができて全部ライト前にコーンと打てるようになって、
ちょっと1年間ね、あのらしくないバッティングしてたんで。構えてる時の視点はピッチャーのどこら辺を見てる？いやもうそれはやっぱりピッチャー投げるところのあのリリースポイントはじめ見てますよ。手元見てる？手元見てます、手元見てます、うん、あとやっぱりこう構え遅れ振り遅れね、あの指導遅れっていうのはもうバッターにしてみたら致命的なので、それがないようにまずはぼんやり見てて、あピッチャーが起き出したなと思ったら自分も準備して待つってことですよね。で投げられたらもうこっからこうやって打つに行く選手よくいますけど、子供なんてよくするんですよね、投げられてからこうやって打つ。だプロ野球選手なかなかそれはいないですけど、でもやっぱり投げられてもちょっと遅めの指導のやつはいるんですよね。そうならないようにもう投げられてもクイックされてもあのいつでも行けるような体勢を作っておいて、投げられたって言ったらもう行くっていう感じで、だからまああのバッティング全てやっぱこの僕はもう軸足が命だと、特にやっぱり晩年気づいたんで準備してましたね。あのさ結構さ、たけしもあのベンチも足上げるやんか、はい、こう結構足上げるやん、あれピッチャーのどこで合わすの？ごめん、わかんない、よくそれが分からへんね、俺足上げらっつってどこでピッチャーこう上げてさ、はい、こうスッと投げるやつもおれば、なんかちょっと遅めのやつとかもいるやからさ、はいね、あれタイミングってこうどこだ、僕らすり足やから、まあ、ピッチャーがすり足になって大体降りてきたらこっちもなんかこうタイミング取りやすいんだけど、はい、ここどこでここ上げんのはええよ、ここに行くのが、あのそれをめちゃめちゃずらしてこようとするピッチャーいっぱいいるよね。まあまあな、うん、それ最近クイックとかするじゃん、普通にランナーいなくても、だからランナーいなくて もうセットポジションだったら別にクイックしてもいいわけだけど、うんうん、だけどあれワインドアップってあまりこう動作変えちゃダメですよね、一連でやらなきゃいけないじゃん、うん、だからそのあまりにもタイミングを外させようとかそういうピッチャーはどうしてたかって言ったら威嚇して注意してました。お前いい加減にせえよ。お前俺思い出したあれだ、牧田に言ったよ、ね、牧田に牧田クイック投げてお前なんか言ったよな、確かに。で牧田ね、今楽天の牧田、その時にあのランナーなしでちょすごいの、こうやってあいつまだ 1,2 年目かなんかの時にこうやってやってたら、なんかこうやって何気なしこうやってやっとったんですよ。そしたらこうやってこうやって投げてきて、あれ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 、お前ええ加減にせえよって、でアンパイアに今のはダメでしょって言ったら、そうやなって、これ相撲と一緒で、まあやっぱり暗雲の呼吸っていうのがあるから注意はできないけど良くはないよねって言って、でそれでたまたまその年にオールスター、あでもあの時はクイックあのセットじゃないよね、セットじゃない、セットじゃないから、こうやって持っててポイッと投げ出したんですよ、はい、セットじゃないのにクイックみたいにして投げたんだね。そうなんです。でそれでその後で禁止になったんだけど、あれ結局ワインドアップは一緒にやらなあかんようになったよね。そうですよね。確かでたまたまオールスター出て、マキタもオールスター出たんで、おいマキタと、お前そのクイックはお前ちょうどたまたま隣が国母だったんですよ。お前そのクイックは国母までにしとけって注意したんですよ。もう俺にやるなら国母までにしとけって言って、あいつやらなくなった。あ、うん、だからやっぱりそのなんていうか、でも普通のピッチャーでさ、こうやって足上げてこうやって上げ下ろす一定のやつはどんな感じか分かんないけど、あのいやでもやっぱりこの軸足待ちですよ、ね、ベンちゃん、はい、そうですね、ね、こうやって準備して早く投げると思ったらここら辺で早く早くってちょっとこう大きく上げれるのと小さくなるので、やっぱりもう軸足待ちだよね。で基本的に上がるときにこっちも上げ上がるっていうイメージですね、うん、イメージは それぐらいで上げないと、早めに、ね、早めに上げないとやっぱりな、間に合えもんね、降りてから上げてもちょっと間に合わない。だからピッチャーの究極ってギャオさ、勝てなくて普通こうやって投げるじゃん、うん、これがバッター一番打ちづらいの。ああ、それな、これが究極に打てない、バッターは。オスンファンがそうだったんです、うん、たまに、え、オスンファン、うん、阪神の抑えがこうしてついたと思ってからつかない、足がつかないよね、長いやつだから、おーみたいなちょっと出されるんですね。あるはい、俺らの頃で言うと川村がそうじゃなかった、横浜の。そうですね。ああ、そうですか、うん、ちょっと粘るんですね。粘る、ちょっと粘る、うん、粘る、こうやってついたと思ったらついてないみたいな、やると そこでちょっと出されますよね。だからピッチャーで言うとこの間が長ければいいっていうあるじゃないですか、間が。でもね、こうやってね、普通にこういかれるのは別に怖くない、なんか今降りたよねっていうやつがそこからなんか長いやつとか、まだついてないですよね。あとね、ついてからちょっと曲がるやつもいるな、なんかこう
いい時のあの DNA の山崎はそうですよね。ああそう、うん、パチッてポンと投げるから一回ついてからかな、一回ついてからが長いと打ちづらい。あれ怖い、うん、はい、打ちにくい打ちにくい、打ちづらいですね。だ中日ピッチャー2軍にいるのにね。何がすごいやつ、二段フォームね、中日ピッチャー。ああマルクね、マルク あれは手だけだから。分からへんわ、誰それ。すごい面白い、面白い、面白い、見た方がいい、見た方がいい、後で見とくわ。すごいやつ、マルクっていうの、マルクってね。いやでもフォームはあるよね、打ちにくいフォームのやつとかさ、ありますね、ありますね。腕バッて振ってんのにボールが来ないやつとかさ、なんかこうこれ育成で、すごいですよ、わえこれすごい、あすごいね、これ球速いんだもんね。いやこれ150近く出るもん、ね、へあの大谷の打法って、はい、実はあれで打てるなら全員打った方がいいのね。あでもあの打法の欠点はヘッドスピードが上がらない、うん、今150キロ時代であれをやったらもうみんな詰まっちゃうのね。のところが彼が詰まらない、ノーステップ打法、ノーステップ打法、あれでだったら先についちゃうとね、さっきに言ったようにこれがいらなくて済むわけじゃない、もう最初からこうそうやってそれでさ、あの金みたいに160メートルも飛ばせんだったら一番いいのはバントして160メートル飛ばせたらいいわけじゃん、うんうん、でもあれはねなかなかできない打法だよね。大谷選手は前足がこうやって止めてますよね、うん、こうじゃないですよね、うんうん、こうやって絶対回転できないじゃないですか、うん、そう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 、つま先っていうか母子球ですよね。ここで、うん、こういう動きがあるんですよね。金持ちちゃんもでも早くつくときあったよね。ツーストライク追い込まれたら三振、そうそう、パッと早めについて待ってこうやって、うん、あれも絶対ここでかかと浮かしてますから、うん、そのさっき言ったようにかかと浮いてるときっていうのはよくかかとに体重いっちゃいダメですよっていうじゃない、うん、でも実はこっちの足はかかとなんで、かかとなんでね、かかととつま先反対に振り始めるとつま先とかかとに行くっていうのが体重の流れで、だからさっきの広沢さんのお話で、うんうん、ね、こっちからこう入れ替わるっていうね、うん、かかととつま先 で、ね、差し込んだ足はこのまま回転するっていうね、そうですね、つま先、母子球あたりを中心に、うん、ノーステップでもこういうノーステップならいいと思うんですよね、うんうんうん、こっからハンドでいけるんで、うん、こういう、なんか、ねね、ノーステップは、うんうん、多分ヘッドスピード上がってこないと思いますね。追い込まれると早くつくのは何でなんですか。フォアボール狙いです僕は。追い込まれやっぱあのできるだけさっきの F ゾーンですか、うんうん、を手前に置いてやっぱフォークボールばっ多かったんで、うんうん、もちろん早めにつけば F ゾーンが手前になるってことですか。手前でも僕はファール打つのが好きだったんで、まあそのなんていうんですか、もうできるだけ近くに、まあカウントを整えるっていうことでね、追い込まれてあ普通に振りに行ったらどうしてもこう振っちゃうから、どうしてもブレやすくなるんで、うん、とにかく顔がブレないための、顔がブレないためのノーステップっていう、僕はそういう意識でしたね、うん、まあ、素人が分かりやすく言うとミートしやすくなる、うん、まあそうですね、うん、空振りが少なくなる。さっきの広沢さんで言ってた73とか64とか、ああ体重ですか。僕のイメージはいい時はやっぱり82もしくは91です。そのテイクバックの時に、いやもう打ちに行く時に、はい、へでちょうど実際は半々ぐらいです、ね、あイメージが、イメージです、これ僕の91ぐらいのイメージで、その9を乗せるんだな、絶対逃がさないようにステップしてちょうどまあ64か55ぐらいかなと、僕はそれでちょうどよかったです。